でも何にもかんにも坊主が病気上手に坊主で何から何まで人任せ薬草集めるトリカブトで当然界のんごルックさも会えないあいつもこいつも役立たず誰のせいだ誰のせいだってなすりつけ合っていかくれるワンタンで大逆転できる必殺の見技ダンジョン奥で迷ったらった脱出アイテムを攻略本なら遠の昔にゴミに出しちゃった完全死んでる2人も死んでる全部のネタ強制スクローライフ味に全部売り回復薬はいない味の用途にスナッと並ぶなスルゴマと毒なキャラが選べないバグだよねやっぱりやだやだ毒なセトライ最初の街から進まない1かける4がゼロになるもう1年が過ぎないいい加減にしろガチャに例えりゃ星2つくらい SSR じゃないけれど僕らでいたいんだ君と夜更かして RPG いいですか皆さんチームワークですよ了解おいおい足引っ張ってんの誰だよどんどん先に行っちゃうソラルさんでしょ俺はみんながやりやすいように道切り開いてるだけ俺はそっちの言い分でしょこっちは迷惑してんだよなあ坂田うわマフマフに殺される全員死ねああ俺までマフマフお前だけは許さないもうチームワークどこ行ったお前らぶっ飛び頃ってな常にもうバカ走れ金を超え中止さも満タン深夜2時から6時間これ当分終わりそうもないなやっぱりやだやだ著者の味方日より見主義が止まらない手のひら返すことだけは命を懸けてござる何待てるぞ最後の最後でセブシ忘れ物の哀れ言わずもがなノンペース幕なし天罰で振り出しに戻れ RPGから進まない